Lay down!対戦車ミサイル、ストライカー。逃げる？追う？愚問だぜ。追い方は？任せろ。街中でミサイルぶっ放す危ない連中よ。立て直しを提案。却下。まあ見てろ。見ると？ドライブを頼む。俺がナビる。了解。すぐ出せ。とりあえず東本町通り手前の交差点、わかるか？ええ。逃走経路を読めてる？当たり前だ。あのポイントで上から狙うなら、こことここ。プラスあの通りに面してない出口を持つビルはこれとこれとこれで、こことここからこれかこれかこれかに出れる場所はここだけ。その目の前に置いてあったセダンが1台。しかもこれがまたナンバー詐称の出自不明者でもって、これが現在地。あとは乗り換えに注意して追うだけだ。さすがね。なんてことないさ。全部エディが準備してくれたんだ。そう、エディは噂通りの凄腕ナビだったのね。ああ、まるで本当の兄貴みたいだった。欲しい人、葬式にはやってくれないか、リサ。ええ、喜んで。喜ばないでよ。もうちょい死んでろよ。一人で尾行は暇なんだよ。姉さん、過去形はひどいぜ。オラッチは今でも凄腕ナビさ。サーリー、そっちはどうだ？順調。面白いぜ。魔鋼なんて気配ゼロ。港向かって一直線。海に？ま、悪者の貸し倉庫は岸壁ってのは定番だからな。しっかり頼むぜ。了解。そっちも。ああ、オーバー。その何も書かれていないボタンにはどんな機能がある？MP3 オーディオのビットレート変更？ルートナムロック、ステータスのオンオフ切り替え。そう。ピッピリッ。一ついい？
どうぞ。どうして即追うという判断を？相手が素人だからさ。素人？プロの武闘派を俺を倒すために差し向けたのなら、今頃俺はちゃんと死んでる。そうじゃない。連中は追跡者があれば撃てという単純な命令だけ与えられた素人プラスアルファの連中さ。万が一反撃失敗した時にもさほどダメージにならない使い捨ての駒。多分今も心臓バクバクで後ろなんか見てもいないぜ。そのまま泳がせるとは考えない？あるいは処分？彼らの手元にストライカーがある限りどこかのタイミングで回収する必要がある。接触はあるさ。どうせしなきゃならないなら素人がビビっておかしなことする前に回収するだろ。そこそこのエージェントを雇ってる可能性は？このタイミングで俺に喧嘩売るエージェントか？君みたいなトップクラスか、ペーペーかの2つに1つだ。前者ならあんな下手は打たないし、後者なら今と同じ。 I see。 遠くへ行くわね。ラックスをサポートにつけてもらいましょうか。静止画でディレイがあるけど、分解能力は1センチ。んな大層な。ハッブル望遠鏡で新聞読むような真似はしなくていいよ。すぐ戻るさ。目星はついてくる。ドライブ楽しもうぜ。飛ばしちゃダメ。残念。まあまあ、いずれ派手なダンスのチャンスもあるさ。そうね。ここね。高村エネルギー本社ビル。まがまがしい。そう思ってみればそうも見えるわ。こんなデカブツを2年かそこらで追っ立てるんだから、飛ぶ鳥落とす勢いっての字で言ってるね。鳥も落ちそう。頭打ってね。落とすならリサならどうする？屋上から。あのな、真面目に考えてくれよ。ここは南米の麻薬御殿じゃないんだ。夢見る乙女がたくさん星空見上げてる。そうね。巨大な相手には直球かな。真正面からごめんくださいだね。それがいいわ。じゃあそうするか。今から？さすがにそこまでナスティじゃないよ。
いよいよ来たね、クライシスエリアに。だな。港に向かったトラックだが、一つの貨物倉庫に入ったまま出てこない。ことによると、トラックごと金庫代わりにしてるのかもしれねえな。一応監視カメラは置いたけど。その線だろう。借主の洗い出しは今やってる。ただあれに入ってると思われるものの量と質から考えて、海外へということはなさそうだ。国内ならいずれ見つかるさ。当たりどころ分かってるしね。そうだな。どこから何のために集めてるのか、そしてどこへやろうとしてるのか、まっそっちの調査がたどり着く前に分かっちゃうかもしれないけど。やるのかい？愚問だね。じゃ、姉さんは？それも愚問だ。大事な仲間だぜ。俺の命の恩人だ。じゃなくて、姉さんご本人のご意向さ。愚問ね。来るなと言われてもついていくわ。俺。そりゃ助かるぜ。なんたってうちのボーイは対戦車ミサイル一本避けれない頼んねえやつだよ。嘘ばっかり。全部わかってたでしょ。まあおおよそリーク餌っぽかったからさ、とりあえずできるだけの準備はしておいたらドンピシャリさ。姉さん、騙してごめんよ。謝らなくてもいいわ、別に騙されてないもの。どの辺からバレた？最初から。最初？お尻触ったでしょ。おめえなんてことしてんだこら。どさくさだと思ったんだけど。体中リラックスして伏せてるのに手だけ動くもの。かあ、やっぱそっちの役やった方がよかった。よく感じてるね。ごめんリサ、それはあんまり言い訳できない。ま、危険な目に進んであってる総一君へのご褒美ってことで。なんなんだよそりゃ。何の理屈も通ってね。いいわよ別に。お互い様。私もあなたのお尻触ったもの。それってお互い様って言うのかな。ねえ、そっちの方が羨ましいかも。しかしまるで俺のようなことを。コンビだもの、少しはナスティにならないと。嬉しいんだかバカにされてんだか両方で。いつ？明日？明後日？それとももう少し証拠固め？姉さん、あなたはまだまだ真面目。うちのボーイはもっとむちゃくちゃ。はい、出撃のご予定をどうぞ。今夜10時だってさ、2時間後。そう来なくちゃ。スタンバイしてくるわ。そう言うと思ったよ。やれやれ。動きます、予定通り。ただし本日10時。
了解です。予定通りで。おそらくは手はず通り。いえ、見くびっておられるのは隊長の方では。私はとにかく手順通り。ご存知の通り彼は。はい、分かっています。そちらも冷静でないのはいつもそちらです。ええ、もうお互いそれは。とりあえずこのミッションを。遊びが通用する相手ではありません。ではよろしく。バーカ。痛い目に遭ったのはあなたでしょ。つまらない虚勢を張ってもしょうがないのに。男はいつも。冷静でないか。それは否定できないわ。恐れ、不安。ふん、バカバカしい。この私が。こっち側の人間になりすぎている。引き込まれすぎている。それはそうかも。こんな胸騒ぎ初めて。デビューの時だってこんな風じゃなかった。那須総一か。男にもいろいろいる。いえ、即断即決。その場で一番の方策を考えましょう。右もなく左もなく。私はリサ・ヴィクセン。所属アメリカ大統領直属特殊諜報機関 ID13。 リサ、それって戦闘服だっけ？もちろん。肘に鉄板？チタン板。ハイキックでパンツ丸見え。メイドの土産に。安すぎるよ。そう？やれやれ。夏季チェック、 OK。FN システム久しぶり。そう、室内戦では割とメジャーかと思ったよ。貫通能力はいいとして、あまりにもストッピングパワーがなさすぎるわ。嫌なら先に言っときゃいいのに。嫌じゃないわ。正確なシュートを心がければいいだけ。言うね。準備は？いつでもどうぞ。よし、じゃあ行ってくるぜ。
エディ。オッケー。同人じゃねえぞ、ボーイ。ベースキャンプは17階。目標は60階メインサーバー室だが、そこいらの高層階は高村ご自慢のレーザーセキュリティが見張ってる。しっかり気を引き締めてかかんな。了解。俺だって黒焦げになるのは嫌だしな。ふん。いつも通り、無事帰ったらバーボン一本な。オーケー。オールドマークスの8年。12年。グラック。賭けはジンクス？ま、ね。負けた方がいい賭けしとけば、勝っても負けても気分がいいだろう。いいわね、それ。んじゃ、リサも何かかける？そうね。そいつに任せるわ。んじゃ、ドジった方がキスでどう？それ、どっちにしても私が損じゃない？俺のキスはいらない？うまいの？それを確かめてみなきゃ。了解。その賭け受けるわ。わざと負けるのはなしね。リサがそうしたければ構わないよ。あなたが。俺だってまだ命は惜しいさ。私のキスより？それ、自信過剰すぎ。行きましょう。ああ。さすがエディ。というより、甘いわね。飛ぶ鳥落とす高村エネルギーとも思えない。というより、人間なんざいらないって、飛ぶ鳥落とす自信さ。なるほど。ピカピカの最新鋭システムだ。よだれが出そう。システムインテグレーションは配下の高村コンピューターシステムの担当ね。技術誇示の意味もあるんじゃないかしら。ほとんど座りもしないオペレーターの椅子までイタリアノーバ社製と来てるもんな。一脚持って帰りたいよ。構わないわよ。私は手伝わないけど。冗談だよ。それは何？ああ、これ。技術担当副社長の指。一応、あと部門担当部長と情報システム担当課長のも持ってきたけど。どうやって？企業人ってのはシビアなようで、やっぱサラリーマンでさ。プライベートはほとんどがザルなんだよ。副社長殿の指紋採集なんて、エディにすれば駄菓子屋から芋五郎を万引きするより簡単だ。なるほど。メーカー純正のマスターパターンいらずね。そんなもの持ってきてんなら先に言え。出せって言わないから。
めぼしいものある？探してる。見りゃわかるよ。真っ当にオールで調べきるのは無理だぜ。砂浜からダイヤ一粒探すようなもんだ。ど真ん中だけ狙おう。やむなし。対象はどこまで？リサはどう判断する？本人だけ。それはいくらなんでも無理だ。一人で全部できるわけじゃない。もちろん。リサなら誰に話して誰を使う？腹心中の腹心だけね。共に心中してくれるような。心中か、いい言葉知ってるね。となると、例えばこんな人物。高村セキュリティの要人警備主任。なるほど、命を張るボディーガードね。でも小物すぎるわ。話をする価値もないほど。まあそれは。そのラインで行くなら副社長でもまだ足りないよね。ん？こいつは。で、例えば彼。